こんにちは、二の丸雅彦の、ちょっと一言インタビューの時間です。今日のお客様は浅沼さんです。よろしくお願いします。こちらこそ。どうも。今朝245円安ということで、どうですか？まあアメリカ次第ということだと思うんですけれどもね、はい、ただ私はね、うん、やっぱりこれは業績相場が始まってるというふうにですね、業績相場、要するに下方修正銘柄もものすごく売られてますよね、でその中で数少ない上方修正銘柄が変わってるんですよね。その業績相場、極端な業績相場が始まってる、限られた銘柄、限られた銘柄ですよね。それで私がね、業績相場がね、注目すべきのは何かというと、はい、お願いします。やっぱりその、なんですかね、まあ、アジア、まあ、はい、鉄鋼の買い物がちょっとやられてますんで、はい、アジアだけ EU ですね、ヨーロッパ関連を中国と。アジアから EU ですか。EU ですね、はい。ですから前もちょっとこの書いたことがあるんですけど、はい、精密株中心にですね、はい、欧州売上比率は高いので、ね、注目していきたい。まだアジアは精密はちょっと無理ですか。無理です。無理ですか。要するにヨーロッパがですね、今アメリカ市場上回る大きなですね、都合によってですね、大きな市場になってるんですよね、はい、でまあ、ユーロ高っていう問題もありますし、私これはね、私は結局ね、この1989年にベルリンの壁が崩壊したときにですね、はい、その平和の配当っていうのがと言われてますね、はいはい、でそれはね、その日本はその時にまあそれをそこまで買っちゃってですね、かなり高騰したわけですけど、それっきりですね、はい、その平和の配当っていうのを言われてますが、今ねそのヨーロッパの平和の配当の特需がですね、なるほど、出ていると。あ、平和の特需配当。そうですね。そうです。さあ、それで銘柄をちょっと。それにですね、はい、私はそのやっぱりそのヨーロッパ関係の売上比率の高いところですね、はいはい、そしてやっぱりコニカミノルタとか、コニカ、コニカミノルタ、はい、オリンパス、オリンパス、スターステインス、はい、ローランド DG ですね。ローランドね、はい、はい、これみんなこのところですね、上昇してるんですよね。ちょっとまだアジアには関係なさそうなところからですね。そうですね。ちょっとまだお使いいただいてそうにない。ちょっと失礼だけど。はい。ということで、これはちょっとね、うん、やっぱり素直にね、はい、この辺の情報修正をですね、やっていけば、うん、もう一段ですね、来年に向けてですね。業績相場。業績相場。行くというふうに考えてるんですけども。アジアではなくて、はい、EU が引っ張る。EU が引っ張るということですね。頼もしいお話です。また、よろしくお願いします。ありがとうございます。